こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、徳川家康の下で活躍した有能家臣について解説していくぜ。徳川家康。言うまでもなく、この国でも屈指の知名度を有した大名だね。紆余曲折があっても天下を統一できたのは彼の統率力の高さによるものと、そしてもう一つ、登用していた家臣が軒並み有能だったということが大きな要因だ。それが、徳川四天王だね。この動画を見ると、あまりにも不可解すぎる謎。徳川四天王はなぜ戦死していないのかその理由がわかるから、ぜひ最後まで見てほしいぜ。それではゆっくりしていってねー。本題に入る前に、戦国時代の有力大名に見られる傾向について見ていこう。各地の著名大名の家臣には、四天王と呼ばれる、腕利きをひとまとめにした小将を当てるというケースが結構多く見られる。例えば甲斐の武田信玄の元には、武田四天王として、馬場信春、内藤正豊、高坂正信、山形正景といった面々が存在していた。彼らは信玄が自ら選び抜いた屈指の精鋭で、それぞれが合戦において大いに活躍した逸話も残している。ほうほう、家康も信長と共に武田氏と一戦交えたけど、信玄の指揮能力と武田四天王それぞれの強さも相まって連戦連敗。結局この強敵を打ち崩すには、信玄の死後に家督を継承した武田勝頼との、長篠の戦いまで待たなくてはいけなかった。長篠の戦いは1575年に勃発した戦で、ここでようやく織田、徳川連合軍は、四天王のうち高坂正信を除く3名を戦死に追い込むことができたぜ。もちろん、他の大名にも四天王がいたのよね。上杉謙信の下には上杉四天王がいたし、信長配下にも柴田勝家ら4名をまとめた織田四天王がいた。そして秀吉の下には羽柴四天王といった具合に、有力大名の下には決まって四天王という括りの精鋭が存在するものだった。当然、後に天下を手中に収めることとなる家康にも、徳川四天王という名の側近たちがいたわけだぜ。家康の天下取りのために、主に合戦でその実力をいかがなく発揮していた徳川四天王。そのメンバーは酒井忠次、本多忠勝、榊原康政、井伊直政だ。現代でも知名度の高い武将たちばかりだね。ここでまず、4名それぞれの主だった活躍を振り返っていくぜ。酒井忠次は、家康にとって最も信頼できる古くからの宿老だった。初期の家康が歴史的な大敗を喫することになる1573年の三方ヶ原の戦いでは、強敵である武田の小山田信繁と激突。全体的に見るとかなり劣勢だった徳川方では珍しく前線して、見事に敵を撤退に追い込んでいるぜ。なかなかやるね。家康がただ一つ、天下をめぐって秀吉と対立した1585年の、小牧、長久手の戦いでは、秀吉に下った森長吉を相手に奮戦。これを見事に撃破して、士気を高めることにも成功している。また、軍略にも長けていて、同盟相手だった信長も忠次の発案する作戦を絶賛しているぜ。すごいじゃん。トンボ切りと呼ばれる槍の使い手で、一生のうちに57回もの合戦に出陣し、結局一度も敵図すら追わなかった猛将。それが、本多忠勝だ。傷すらないなんてすごいね。まだ若かった家康が散々に苦戦していた武田軍からも一目置かれていて、家康に過ぎたるものが二つあり、頭の頭に本多平八、と読まれるほど敵味方関係なく敬服されていたぜ。実際にどんな活躍をしたんだろう？今も多くの資料に見られるように、ほとんど天下無双と呼べる大活躍が目立つ。小牧、長久手の戦いでは、秀吉が要する8万の大軍に対してわずか500騎を率いて前進。これを目の当たりにした敵方は、絶好の機会であるので、ここで忠勝を撃ちましょう。と秀吉に進言。ところがそれを聞いた秀吉は、あれはわざと火兵で立ち向かっている。死を覚悟して戦って、その間に家康を逃がそうとしている。生け捕りにして家臣にしなければと涙を浮かべて攻撃をやめさせたとも伝わっているぜ。そんな逸話があったなんて、生涯において戦勝を負わなかった忠勝だけど、年齢を重ねるごとにやはり体も無理が効かなくなって、愛用のトンボ切りの柄を短くカットして使うようになっていったそうだ。だけど晩年に小刀を使っているところで、とうとう手元が狂って軽い傷を負ってしまった。この時忠勝は、本多忠勝、敵傷を負ってはもう終わりだと短足。そして実際に、この怪我からほどなくして死去したぜ。限界を悟ったのかな？榊原康政は幼少の頃より文芸に秀でた才能を持っていて、書物も多数読破していた神童だった。13歳の頃に家康に登用され、1563年に勃発する、三河一向一揆で初めての合戦に及び、家康と共に領地内で生じた大きな反乱をどうにか乗り越えた。
これ以降は合戦でも堂々することが増えて、小牧、長久手の戦いでは森永義と、その周到に当たる池田恒興という二大武将を相手に前線、内陣に追い込んでいる。見事な活躍ぶりだね。1590年の小田原征伐では、自害後の北条氏政の剣士にも立ち会うなど、合戦だけじゃない場面での活躍も目立った。合戦における武勇は忠勝には劣るものの、兵たちを指揮する才能は康政の方が高く、多くの人材を統率することになる徳川氏にとっては、彼は欠かせない調停役だったようだぜ。信頼も厚かったんだろうね。康政と親友だったと伝わるのが、井伊直政だ。もともと黒人領主である井伊氏の出身で、彼が出生した直後の当主は今川の家臣となって桶狭間において戦死している。さらに父の直親は、今川義元の息子である氏真によって謀反の疑いありとして殺害された。1574年になって家康が正式に小姓として家臣に登用して、それ以来多くの合戦でその武勇を発揮していったぜ。ハードな幼少期を送っていたのね。家康にとっては最後まで叶わなかった武田信玄の継承者である勝頼を、長篠の戦いで撃破した織田、徳川連合軍。この際に直政は、戦後処理の一環として武田氏に伝わる兵法の継承を行っている。継承の際には元武田氏天皇の山形正景が用していた赤備えの騎馬隊を引き受け、自らも赤い甲冑を身につけ、新たに伊の赤備えを徳川軍に誕生させたぜ。徳川氏天皇に共通しているポイントは、それぞれに異なる才能というものがあって、それが内政であるとか、戦場などでも最大限に発揮されていたというところにある。何より素晴らしいのは、徳川氏天皇の全員が幾度も戦いに身を投じながらも全員生き延びたという点だ。その通りだね。武田氏天皇の場合は、長篠の戦いにおける勝頼の采配のまずさに敗北を予見し、合戦前に全員で杯を交わして死を前提とした最終攻撃に打って出ている。結果として、高坂正信を除く3名が戦死。特に赤備えの司会だった正影などは、織田方の放つ鉄砲の一斉攻撃を受けてもギリギリまで肉薄し続け、とうとう全身に銃弾を打ち込まれての壮絶な最期を遂げているぜ。武田四天王と比較すると、誰一人戦死していない徳川四天王の方が強いね。いや、そうとも限らない。というのも、徳川四天王という故障自体、彼らが存命中にはそもそも存在していなかった可能性があるんだぜ。そうなの？徳川四天王の面々が生きている間にも、彼らにはそれぞれの武勇がつきまとっていて、敵味方問わず多くの大名や侍、末端の兵に至るまでに認知されていた。実際に戦場で総退した者たちが語り継ぐその戦いぶりなどを想像すると、現在のように資料を頼って判断するよりもはるかに実感を伴って、その強さを感じることができていたはずだ。それにもかかわらず、徳川四天王という呼称は使われていなかったというの？この呼び名自体が明確にいつの段階で誕生したのかは不明だ。いつ頃から使われるようになったのかについて、全くわかっていないぜ。ほえー。もちろん家康も、家臣たちを四天王と呼ぶことは生涯に一度もなかった。徳川幕府は270年近く続く驚異の長寿政権だから、その創業者世代の苦労の歴史を後世に語り継ぐための記録は多数残っている。その関係から、あくまでも当時の創業者世代の武勇を知る者が、幕府の意向によって史書を編纂するといったことは普通に行われていた。ふむふむ。ひょっとするとその過程、わかりやすいアイコンとしての表現を用意する必要が出て、そこに四天王との親和性を感じたから誕生させたのが徳川四天王というような話だったのかもしれないな。ちょっとがっかり。だけどその一方で、榊原氏に残る資料によると、1586年には、徳川三英傑という呼称が登場していて、そのメンバーは忠勝、康政、直政となる。忠次の名前はないけど、これは年齢が少し離れていたからかもしれない。この徳川三英傑という呼び名が四天王の下地になっていた可能性はありそうだね。そして徳川三英傑であれば、この三名の存命中にも、本人たちがそう呼ばれていることを耳にする機会はあったはずだぜ。それならよかった。これも当事者が亡くなってから用意された肩書きなんだけど、徳川四天王以外にも徳川十六神将、さらには徳川二十八神将という呼称も誕生している。徳川の家臣団には、かなり有能な者が他にもまだまだ大勢いたんだぜ。四天王だとどうしても4名しか選ぶことができないもんね。そういった人物も列挙して、創業者世代の功績を後世にも残したいという思いが幕府にもあったんだろう。家康の天下取りに貢献した人物が、追加で選出されているぜ。そうなんだね。また、この16神将、28神将は四天王と同じく、もともと仏教における神の眷属にあたる存在を示す言葉だったけど、
その霊剣にあやかるために各地の大名家の家臣も、後に四天王、十六神将、二十八神将と呼ばれるようになったという例は存在しているぜ。ところで、徳川四天王に選ばれた四名はなぜ四天王入りできたのかしら。さっきも少し触れたけど、一番は彼らが戦死していないことに尽きるのではないだろうか。戦死をしていなくて、その上で功績も絶大。これが徳川幕府においての四天王入りの絶対条件だったと予想するのは、特に無理もないことだぜ。確かに、名将を多く輩出していた初期の徳川氏。その中にあってさらによりすぐりを選ぶとなると、戦死しなかったという点を基準に選ぶ以外にはなかなか難しいものでもあるからな。徳川四天王は確かにズバ抜けた功績を残した者たちばかりで構成された、贅沢なラインナップだ。だけどこれに続く16神将、28神将も、いずれも劣らぬ規格外の逸材揃いでもあるんだぜ。どれだけすごかったのか知りたいよ。全員は難しいから、今回は数名の名前とその活躍を紹介していくぜ。家康の躍進にとって欠かせない働きをしたのが、譜代家臣の鳥池だ。中でも家康がまだ駿河に囚われていた頃に、家臣団だけで郷里、岡崎を守っていたのが鳥居忠義だった。忠義は今川の目を盗んで密かに蓄財を行っていて、この財源が後に家康決起の際に有効活用されている。財源確保はとても重要だもんね。そしてその息子たちもまた、戦場で大いに活躍している。関ヶ原の戦い前哨戦で城を枕に討ち死にをした鳥居元忠の逸話は有名だけど、その弟の忠広も負けていない。忠広は武官としての性質が強く、三河一向一揆の折には家康と敵対したけど、後に帰参が許されている。武田信玄からの侵攻である、三方ヶ原の戦いの際には、決起に流行る徳川勢の中で冷静に状況を俯瞰し、このままでは大敗するので浜松城で籠城すべしと進言。ところが同僚からはこれを臆病者の提案と罵られて、喧嘩になったと伝わっているぜ。進言は敵地での地の利を生かした布陣を行って、徳川軍は完敗しているよね。忠広の読みは的中した。この際に忠広は少しでも多くの兵を浜松城に逃がすために新狩りを買って出ている。追いすがる武田の強敵たちを足止めする中で、武田24将の一人である土屋明族と接敵。一騎打ちをしてでも時間を稼いで目的を果たすと、大混乱の中で戦死したぜ。家康が忠広の忠告を聞き入れていれば、この戦いで多くの武将が命を落とすこともなかったのかもしれないね。そういった意味でも、三方ヶ原の戦いの敗北は、家康にとって家臣の意見に耳を向けることの大切さを、彼らの命と引き換えに受け止めさせる合戦となったぜ。なるほどね。鳥池と同じく譜代家臣として家康に早くから仕えていた一族に、大久保家がある。特に有名なのが、後に天下の名城と呼ばれる小田原城入りを果たした大久保忠世だ。でもその弟である忠助も、兄に劣らぬ武勇を有しているぜ。どんな武勇伝があるのかしら。彼は重要な合戦にも比較的多く参戦していて、1572年に勃発した徳川軍と武田軍の激突における撤退戦。一言坂の戦いで本田忠勝と共に新狩りを務め、見事に生還している。ほうほう。特にその名を高めたのが、1575年の、長篠の戦いだ。武田氏との最終戦となるこの戦で忠した救は兄の忠世と共に、敵方に猛追しては延々張り付くようにして攻撃の手を緩めることがなく、これを本陣で見ていた同盟相手の信長は、あれは何薬かと驚嘆したとされている。また、1600年の、関ヶ原の戦いの際には秀忠率いる本軍に加わっていて、上田城にこもる真田親子と散発的な戦闘にも及んだ。生涯で忠勝同様に一度も手傷を負うことがなかったという逸話もあって、実は忠勝と並んで徳川の武官の中でも最強レベルの人物だった可能性もあるんだぜ。へえ、そうだったんだね。関ヶ原の戦い翌年には功績を認められて駿河の沼津を与えられて、大名として知性に励み77歳で天寿を全う、63歳で亡くなった忠勝以上の長生きにも成功しているぜ。すご。今も残る半蔵門という地名の由来ともなったのが、服部半蔵だ。正成という名でも知られる人物で、この、半蔵とは服部家の歴代当主が名乗るコードネームのようなもの。家康の時代に家臣として参与していた半蔵は、正成が本名だったということとなる。もともと、初代服部半蔵は忍者だったんだよね。ああ、そうだ。そして二代目にあたる正成自身は、どちらかといえば武士に近い立場だった。でも代々伊賀に本拠地を有していたこともあって、伊賀、甲賀の忍者集団をある程度刺激する立場にあったようだ。なるほど。合戦では自分も鎧と槍を身につけて戦っていて、敵からは、鬼半蔵と呼ばれて恐れられた。
徳川方が記録的な大敗を喫する、三方ヶ原の戦いでは先鋒を務め見事に一番槍の功績を見せていて、敗走後は家康を死守しながら浜松入りを果たしたこの際に正成は全身に傷を負っていたものの、それでも敵方を相手に大立ち回りを敢行。浜松城に家康を送り届けるとすぐにキビスを返して城外に戻り、大暴れしたとも伝わっているぜ。かっこいい。家康の家臣団である徳川28神将の中でも飛び抜けて弓術に優れていたのが、内藤正成だ。内藤家は代々弓に優れた男児が誕生しやすい家系であったとされていて、中でも正成の技量は本物で、歴代の内藤家男児の中でも最強水準に達していたそうだ。それは頼もしいね。1542年に勃発する、第一次安土坂の戦いで、信長の父でもあった尾張の織田信秀と対決。この際にまだ10代でありながら巧みに弓で敵方を牽制して、彼一人、もしくは彼が率いる少数の兵だけの活躍で200名以上の織田軍を死傷させている。うわ、強すぎ。これがきっかけで戦況は味方有利となって、若くして正成が戦いの趨勢を決めてしまった。三河一向一揆でもその弓術が日の目を見ていて、敵対したシュートの両膝を丁寧に射抜いて行動不能にする活躍。さらにこの時敵方に回った渡辺幸綱を射殺することにも成功している。家康が相当苦戦した、三方ヶ原の戦いでも弓を携えて出陣していて、この際には武勇で鳴らした武田軍すら恐れさせたとも伝わっているぜ。まさに、向かうところ敵なしって感じだね。ところがこの戦いで嫡男が戦死するという悲劇に見舞われて、さらに戦後は徐々に軍地派との対立も顕在化。嫡男がいなくて武断派だった正成の発言力はやや衰えるようになって、これ以降の合戦にも消極的になってしまったけど、それでも家康はそんな正成を叱責することはなかった。ふむふむ、もともと早くに家康の父だった松平広忠に登用されていたけど、その理由は簡潔で、弓の技量が異常だったから、この広忠のお眼鏡にかなう登用の機会がなければ正成もくすぶっていたかもしれないし、家康にとっても数々の危機も乗り越えることができなかったかもしれないな。そうだね。よく言われる話だけど、信長や秀吉が当人のカリスマ性と積極的な行動で天下取りに動いたことに対して、家康は機会をじっと伺って行動を起こし、しかも周囲の家臣の才能を活用したという違いが見受けられる。この三名は天下の三英傑とも呼ばれるくくりに入っているけど、家康はやっぱり前者二名とは少々経路が違うぜ。確かにそうかも。信長にも秀吉にもそれぞれ有能な家臣はいたけど、家康のいわゆる戦士層はさらに彼らよりも分厚いものだった。徳川二十八神将と呼ばれる面々についても、それぞれが所属も違えばおそらく四天王入りするような逸材ばかりなのもその証拠だろう。中でも活躍面、知名度、そして戦死せずに一生を終えたかどうかで厳選されたのが、徳川四天王だったのかもしれないな。やっぱり後世に残るような肩書きは、メンバー選定も大切だもんね。特に江戸幕府は徳川氏を後の世の中に残すためにも苦心していたし、創業メンバーからとびきりの人材をピックアップして、これを広く太平の世の中に伝えていく義務もあったんだろうな。でも16神将、28神将にも魅力のある人物が揃っていそうだし、この先もっと研究が進んでそういった面々も時代劇や小説などに登場してくれると嬉しいね。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。